宇部市は山口県西部、諏訪灘に面した市。県内では下関市、山口市に次ぎ3番目となる約17万人の人口を誇る。また1平方キロメートルあたりの人口密度は、豊富市、下松市に次ぐ県内第3位である。本市と隣接する山陽小野田市を中心として人口を 約26万人の宇部、小野田広域都市圏が形成されているほか、福岡県の北九州市などとの交流も深く、下関市とともに、関門都市圏の構成都市として数えられる場合もある。宇部市の前身である宇部村は、江戸時代まで、朝郡南部の半島上地形の先端部にある市、関村であったが、明治以降に、宇部炭鉱での採棺が本格化したことで、炭鉱都市として、 急速に発展した。石炭産業は後に、宇部鉱産の事業の一部となり、現在でも同社は、本社機能の一部及び主力生産拠点を、市内に置いている。市の沿岸部は同社を中心とした工業地帯が形成されており、宇部鉱が、つくみ港、神田鉱に次いで、国内3位のセメント輸出量を誇るなど、北九州工業地域、 瀬戸内工業地域の一翼を担う炭鉱採掘とともに人口が急増したこともあり1921年に村政から調整を経ずに市政に移行し朝軍から離脱した山口県内では下関市に次いで2番目の市制志向であり村から市に直接昇格した例は全国的にも珍しい市中心部を流れる真面目川 おのこ山口県南西部の瀬戸内海側に位置する。地域は県中西部を南北に貫流する古東川水系の下流域及び有保川水系の上流域にあたり、南はスオーナダに突き出した半島上地形の先端部から北は中国山地の丘陵地帯に及ぶ。古東川川口付近の両岸に広がる平野部及び海岸沿いの平地に 市街地が広がり、人口集中地区を形成する。南部の平地は大部分が、海底丹田により埋め立てられた土地であり、宇野島、浜町などの地名はその名残である。市の中部から北部にかけて穏やかな産地が広がっており、近年は工業団地や新興住宅地の建設などにより、開発が進められている。また、市西部の厚南地区は、中野外作、 つまざき外作などの地名に見られるように、大部分が稲作を目的とした干宅により、開墾された地域である。このため、かつて同地区は、水田が広がる、田園地帯であったが、近年は、国道195沿線や、夢タウン、宇部周辺を中心にロードサイド店舗の進出が、活発化し、分譲マンションの建設が行われるなど主街化が、著しい。 かつては、宇部市に属する島が、複数存在したが、いずれも、干拓や、埋め立て等により消滅し、最後まで残った、鍋島も山口宇部空港の滑走路延伸工事のため埋め立てられ1999年に消滅した。宇部市中心部周辺の空中写真。2009年9月7日撮影の21枚を、合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成国土地理院の世界測地経営によると宇部市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で東西の長さは 16.5km 南北の長さは 27.4km である4月1日現在年間を通じて天気や湿度が安定し雨も 比較的少ない典型的な瀬戸内海式気候とされる。しかし、中国山地の西端部の地域に位置するため冬の季節風が完全には遮られず、他の瀬戸内海側の都市と比べると、冬季の降水日数がやや多いなど、日本海側気候の特徴も見られる。過去の観測史上最高気温は、摂氏37.0度で、同最低気温は低 摂氏6.1度である。宇部市は全国的にも地震の発生率が低い地域であるが、台風や高潮による被害は過去に幾度か受けたことがあり、特に1942年のスオーナダ台風や1991年の台風19号、1999年の台風18号などは、本市に大きな被害をもたらした。地域が 南北に細長いこともあり、市街地が広がる南部の平地で、降雪、積雪するのは年に数日のみである一方、小野地区や万草地区をはじめとする北部地域では、日本海側ほどではないものの南部より、降雪、積雪は多い。過去に、降雪の被害を受けたことがあり、昭和38年1月降雪期間中の1963年1月23日には、 山口県立宇部農業高等学校前で積雪 21cm が観測されたほか、市内では最大 50cm の積雪を記録した。1968年2月16日の豪雪では電柱が折れるなどして市内全体のうち7割の世帯や事業所が停電した。2009年7月19日から同年7月26日にかけて発生した。 平成21年7月中国、九州北部豪雨の際には、7月21日に10分間、あたりの降水量では観測史上最大となる28.5ミ、mm、リメートルを記録した。市内では、北部地域を中心に被害を受け、小野地区で土石流等の土砂災害が多発したほか、二股瀬地区や古島地区では、古島側の水上昇による水害が発生し、 各地で道路の寸断が生じた。気象庁が天気予報を発表する際の一時細分区域は山口県西部、警報や注意報の発表に用いる二時細分区域は宇部、山陽の田に含まれる。宇部市の地名を参照。なお、2020年11月22日執行の選挙の結果は以下の通りであった。当日有権者数。 137,036人、最終投票率 44.、44.32%、歴代宇部市長の就任、退任年月日及び経歴等は、以下の通り。宇部市議会宇部市議会議員の定数は28人で、原因も同数である任期は2019年5月1日から2023年4月30日まで。二千二十年五月一日現在の会派構成は、 以下の通り、県議会衆議院宇部市の行政機構は2018年4月1日に改められ、総務財務部、観光、シティプロモーション推進部、市民環境部、健康福祉部、子ども、若者応援部、商工水産部、都市整備部、北部、農林振興部の8部及び、総合戦略局、防災危機管理官、政策広報室、 工事検査室に再編された。表示をクリックすると一覧を、表示組織図宇部市役所の位置は、1955年11月24日に、現在地と定められた。本庁舎のほかに、港町庁舎、楠木の庁舎を置く。このほか宇部市では、市長権限を文章する施設として、総合支所1カ所、市民センターを7カ所、 出張所を2カ所設置している。総合支所ス木キ庁舎、北部総合支所市民センター出張所いずれも、触れ合いセンターを併設している。かつて都市ガス供給事業を行っていたが、2014年に、民営化し、山口合同ガスに事業を継承した。宇部地方合同庁舎山口県、宇部総合庁舎地名の由来については、諸説あり、 地元名産植物であるムベが繁茂していた地域が、ムベと呼ばれ、これが添化し、ウベになったという説。海ベの景観に由来。つまり、海ベの読みが添化し、ウベになったという説。王神天皇が設置した宇治部の部民が住んだ地域が、宇治部里と呼ばれ、これが添化し、ウベ里になったという説。以上の三説が主なものである。12世紀の歌集。 三木騎下集で、源の年寄りが読んだ歌の中に、無べ、無えという地名があり、これが、文字の記録として、歴史上初めて、うべの地名が登場したものであるとされる。源の年寄り、三木騎下集また、1335年に、古藤武史が、持ちよに土地を寄進した、際の書状、古藤武史実寄進状案には、漢字の、うべという地名が、 初めて登場している。持ちよじ文書、古藤武志美、古藤武志実機新城案古代中世総工場跡、近世近代初代宇部新川駅は、現在の宇部高山ビル付近にあった。時は公園と、時は池現代、古藤川ダム高山大橋1921年の市政施行以来、宇部市は、周辺の町村を、編入合併することにより、地域を拡大してきた。 宇部市として、最初の合併である九百三十一年の朝郡、藤山村編入を皮切りに、九百四十一年に、古東川対岸の朝郡厚南村を、編入、九百四十三年には、吉木郡再起羽村と合併した。なお、かつて、長渡国に属していた宇部市と須防国に属していた再起羽村が合併したことにより、現在の宇部市は、市域内に、 旧国境が通っている。1953年から1961年に、至る昭和の大合併の動きの中においては、1954年に、宇部市が、朝軍郡の古東村、二股瀬村、小野村及び、吉木郡東際村を、編入合併したほか、1955年には、朝軍郡の船木町、万草村、 吉部村が合併し、くすの町が誕生した。また、1999年から2000年代前半期を中心とした、平成の大合併の動きの中においては、2001年7月9日に、周辺の小野田市、峰市、あじす町、くすの町、山陽町、三戸町、周法町とともに、うべおの地域市町村合併調査研究会を設置した。 その後、2002年12月27日には前述の3、4、5町から、三市及び、三郡を除く別市、小野田市、アジス町、楠木町、山陽町の西山町で構成する、任意合併協議会を設置し、特例市への移行を目指したが、新市の名称や市庁舎の位置について意見が割れ、同協議会は2003年1月20日に休会となった。 休会直後の2月4日には、宇部市、アジス町、クスノ町の一市二町からなる、宇部市、アジス町、クスノ町合併研究会が発足したが、アジス町が、山口県大部合併協議会への参加を表明したため、2月24日に、宇部市とクスノ町の一市一町で、宇部市、クスノ町合併研究会を設置した。上記の動きの中で、宇部市とクス町は、 将来的に、宇部お野田地域を視野に入れた、広域合併を目指すとの共通理解のもと、あくまで、先行合併を行うとの位置づけで、宇部市、楠木町合併協議会を設置し、約1年間の協議の後2004年3月26日に、合併協定書の調印を行い、同年11月11日に、宇部市が、楠木町を編入した。結果、 平成の大合併において最初の動きとなった、宇部小野田地域市町村合併調査研究会の厚生市長は最終的に宇部市、山陽小野田市、峰市、山口市の4市に分散した。ANA クラウンプラザホテル宇部2005年に実施された第18回国勢調査によると市内の15歳以上就業者総数85,543人に対し、 1> 第1次産業へ2947人、第2次産業へ23774人、第3次産業へ56824人が就業している。宇部高産を中心とした重化学工業を基幹産業としており、製造品出荷額は山口県内第5位の4813億1355万円である。商業面では、 1990年代以降における、郊外への大型商業施設の出店構成の影響で中心部の商店街が衰退した一方、幹線道路沿線などへのロードサイド店舗の出店は、盛んに行われており、市内全体の商業施設売り場面積は、増加傾向にある。市内の小売業売り場面積の合計は265,285平方メートル。 同事業所数合計は1627で、いずれも下関市、山口市に続く県内第3位である。主な産業卸売、小売業2223サービス業1413、飲食店、宿泊業952建設業849、医療、福祉479産業人口卸売、小売業16、 561製造業12,425、サービス業1954医療、福祉1208建設業6,968、産業団地2012年1月現在、宇部テクノパーク、宇部リンクズノーパーク、瀬戸原団地、上本団地等の主要産業団地に合計46事業所が立地している。宇部市イノベーション対象宇部市では、 市内の産業団地において革新的な事業を実施する事業者から事業計画を募集し最も優れたものに対し宇部市が上限1億円の奨励金を交付する制度宇部市イノベーション大賞を2010年度より実施している。農林水産業農業宇部市のすべての農家の個数は2676個で、うち販売農家は1776個である。 販売農家の内訳は、専業農家が445個、兼業農家が1331個である。また、高地面積は2770ヘクタールで、内田高地面積が2250ヘクタール、畑高地面積が522ヘクタールである。山口県農業協同組合宇部統括本部が、宇部市全域の農業協同組合業務を行っており、 市内には38の生産組織が設置されている。農業従事者の高齢化や農地転用が進んだことで農家数を呼び農地面積は減少傾向にあり、同組合では担い手の育成と農地の有効活用を最重要課題としている。人口が集中する市中心部の周辺地域では近郊農業が行われており、東部の再起派、 東キワリ地区ではイチゴ、キャベツ、キュウリ、白菜、ブロッコリー、ほうれん草、みかん、ミニトマト等、西部の厚み並地区では、ニンジンやレンコン等の生産が盛んである。北部の小野地区は、小野茶で知られるお茶の名産地であり、その生産量は、県内最大であるほか、ズッキーニの産地でもある。また、万草地区ではナス、パセリ、花っこリーの生産が盛んである。 林業林家の個数は967個で2000年の1248個と比較して281個減少しており減少傾向にある。林産物生産量は5245立方メートルである。水産業漁業経営体数は358で1998年の経営体数568と比較して210減少しており、 減少傾向にある。漁獲量は2734トンで、内訳は以下の通りである。水産動物類1663トン魚類856トン貝類215トン、工業宇部鉱山宇部地区工場群明治期から、石炭産業で栄え、その後セメントや流暗の製造などとも結びつき、発展してきた。 企業間の合併買収の過程を経て、宇部鉱山はその中心となってきたため、宇部市は、同社の、企業城下町であるとされている。現在も、同社を中心に、同社の関連企業、取引業者が集積しており、瀬戸内工業地域、北九州工業地帯の一角を担う一方で、エネルギー需要の変化とともに、基幹産業の一つであった。 石炭採掘事業は1960年代に終焉を迎えた。1980年代以降は科学技術産業の蓄積を模索し、高度技術工業集積地域開発促進法に、基づきテクノポリスの母都市に指定された。この構想によって、宇部市周辺に多数の工業団地が造成され、市内には山口日本電機山口工場などの 半導体工場が進出している。なお、炭鉱の閉山以降も宇部高山は、石炭事業として、海外炭の輸入販売、貯炭事業を行っており、同社が、宇部高沖の山地区に開設している、貯炭施設、沖の山コールセンターは、国内最大規模のものである。2000年代以降は、電力産業の進出も見られ、2004年から、 宇部高山の電力卸し供給事業部門として UBE パワーセンター発電所が稼働している。このほか中国電力、山口宇部ソーラー、JR 西日本の3社が宇部市内に大規模太陽光発電所の建設を予定している。工業事業所数は234で、産業別事業所数上位5位までの内訳は以下の通りである。 一般機械器具54金属製品29食料品29化学工業製品17出版印刷同関連品15工業従業員数は1158人で産業別従業員数上位5位までの内訳は以下の通りである化学工業製品3063電子デバイス2118 一般機械器具1942食料品870金属製品595工業製品等出荷額は5485億57万円で産業別出荷額上位5位までの内訳は以下の通りである化学工業製品2776万8589 電子デバイス963332、一般機械器具696,245、用業、土石製品3093,759、鉄鋼1727,396、商業金入機関や企業支店が立ち並ぶ平和通り、宇部新店町名店街宇部中央銀店街、中央町三丁目土地区各整理事業施工地区宇部、 中央一番街宇部市の商業は炭鉱採掘による石炭産業の流星とともに発展してきた。海岸の各炭鉱を中心として商店街が発達したことで東西約5キロメートルにわたり帯のように広がる市街地が形成された。太平洋戦争中の1945年8月、市街地中央部の宇部市役所周辺地域は米軍による 空襲の被害を受け、一部の建物を除き全焼した。空襲の被害を受けた、市街地は、潜在復興都市計画により、福院50メートルの時は通りをはじめとした、都市基盤の整備が進んだことで1950年代には、復興し、宇部新天町名店街を中心に、多数の商店街を形成した。一方、空襲の被害が少なかった新川地区の中央町、 当では、戦後間もなく、闇市が発生した。この地区は、宇部新川駅から、宇部高山へ徒歩で通勤する、炭鉱労働者の通り道でもあり、後に、宇部中央銀店街、三丹町商店街、高山通り商店街等の商店街が形成され、宇部市内最大の商業地区となった。1960年代になり、炭鉱が閉山すると、宇部市の人口は急減し、 会場に広がった市街地の両翼にあたる藤山地区、三崎地区等の商店街が衰退していった。閉山の影響は、中心市街地にも及び、主要な商店街の一つであった三端、町商店街では、多くの店舗が閉店したが、市中心部には、大和中央店、大和駅前店、大英宇部店、宇部丸新、江村宇部市店、宇部井筒屋等、 多数の商業施設があったこともあり、これらを各店舗とした宇部中央銀店街、新川駅前商店街、宇部新店長名店街等の商店街では影響は少なく、1970年代頃には最盛期を迎える。1983年10月、宇部市の西側に隣接していた、当時の小野田市に大型ショッピングセンターのサンパーク、小野田が開業した。 モータリゼーションが進展しつつあった宇部都市圏において、無料の大型駐車場を備える大型 SC の開業は、市中心部の商業にも大きな影響を与え、これ皮切りに、中心商店街から郊外型の大型 SC へと、客足がシフトしていった。1990年代に入ると、郊外への大型 SC のさらなる出店と、 中心市街地の既存商業施設の閉店が相次いだ。1995年2月、売り上げの減少と店舗の老朽化を受け、大和駅前店が中央店に統合される形で閉店した。その翌年の1996年3月、宇部市の東側に隣接していた当時のアジス町にサンパークアジスが開業し、これと入れ替わる形で同年8月に レッツ09が閉店した。大型 SC の寝室は、周辺市町から、宇部市内にも及び、同年9月に、夢めタウン宇部、翌1997年3月に、ハイパーモールメルクス宇部が開業した。1998年末、大和中央店が店じまい宣言をし一旦、閉店したものの、地元住民からの再開要望を受け大幅に希望。 縮小した上で営業を再開した。再開した同店は、商店街の核となる大型店とは言い難く、この時点で、宇部中央銀店街は事実上各店舗を失った。1999年3月、宇部都市圏で最大の売り場面積を持ち、シネマコンプレックス等の娯楽施設も備えた、富士グラン宇部が開業した。 中心部から近く車で容易にアクセスできる、同 SC の開業は、中心商店街に、さらなる打撃を与え、宇部東方等の中小規模映画館が、相次いで閉店したほか、2000年2月には、宇部新店長名店街の各店舗であった、宇部丸新が破綻した。これら一連の流れの中で、1982年に2800店を、 超えていた宇部市内の小売業の商店数は2007年までに約1600店舗に減少した一方、同売場面積は約16万平方ミリメートルから26万5285平方メートルに、年間商品販売額は約15万100万円から約174、93600万円に増加している。 中心部の年間商品販売額は1991年に6100万,万円を超えたが、バブル景気崩壊後の消費不況や、前述のように消費者が郊外へと流れたこともあって、2007年には約36、43800万円に減少している。商業事業所数は2061で1994年度の事業所。 数3045に対し984、減少しており、減少傾向にある。内訳は、以下の通りである。飲食料品小売業556織物、衣服、身の回り品小売業176自動車、自転車小売業163家具、重機、 機械器具小売業134機械器具卸売業134年間商品販売額は4698億5249万円で、1994年度の5558億9316万円に、対し560億4067万円、減少しており、減少傾向にある。内訳は、以下の通りである。建築材料、鉱物、 金属材料卸売業売六業1,0658,169機械器具六百六売四業6642,282飲食料品小売百業5308,065飲食料品卸売業四百売十業4704,245自動車自転車小売一業2417,488宇部市内の主な商店街と構成団体二千十一年 現在、宇部市内には、下記26団体の商店街組織がある。宇部市内の、主な商業施設2011年現在、宇部市の中心市街地には、以下のような大規模小売店舗が存在する。主な企業宇部市内に、本社、本店、本部を置く。主な企業宇部工産宇部本社太陽家具百貨店、本社、宇部本店宇部市内に、 主力拠点を置く、主な企業宇部市発祥の企業金融機関、山口銀行宇部支店宇部郵便局その他市内の、時は公園とその中にある緑と花と彫刻の、博物館の野外彫刻展示場は、箱根の箱根彫刻の森美術館と並んで、野外の彫刻美術館としては、国内の総壁をなす。国内屈指の彫刻ビエンナーレである宇部ビエンナーレの会場としても、 全国的にその名が知られており、同点は、若手彫刻家の登竜門となっている。宇部高山ビル市内には、村野東後の建築作品が散在しており、主なものとして、村野の最初期の作品である、宇部市、渡辺沖縄記念会館や、生前最後に完成した宇部高山ビル等がある。宇部市、渡辺沖縄記念会館については、村野自身も、私の出世作と語っており、 2005年12月27日には、村野の作品として初めて国の重要文化財に指定された。また、実現はしなかったものの、宇部図書館、宇部商工会議所、宇部工業会館等の建設計画の設計図が、現在も、村野森建築事務所に保管されている。吉部地区には、特産の米を生かした、幽霊寿司という、珍しい食文化が残っている。 これは、白米が食べられることへの感謝を込めた押し寿司で、色白の幽霊を表現するため表面に具材を置かないのが特徴である。現代に見られる色白で足のない幽霊のイメージは、江戸時代に形成されたものであり、幽霊寿司という名称からも成立時期は、江戸時代以降とする説が有力である。山口大学医学部附属病院宇部氏の平均寿命は、 男性が77.3歳、女性が85.0歳である。市内には、山口大学医学部附属病院、宇部高山中央病院、国立病院機構山口宇部医療センターの3つの病院をはじめ、多数の病院が点在しており、人口1万人あたりの病院、診療所数は、全国第38位、人口1万人あたりの医師数は、 全国第十九位である。市内にある、主な医療機関山口大学小口キャンパス、公立時和公園石炭記念館時和遊園地市の、東部に、遊園地や、動物園等を併設した、総合公園の時和公園がある。同公園では、野外彫刻の国際コンクール、展覧会の宇部ビエンナーレが学年で開催されており、大賞と、宇部高参賞に選ばれた作品は、 宇部市が買い上げた上で市内各所に展示している。毎年7月下旬に宇部港で開催される宇部市花火大会は単独開催の花火大会としては山口県内最大規模である。毎年11月に中心市街地で開催される宇部祭りには市内外から多くの人々が来場している。近年では宇部都市圏の企業や行政機関等の団体で 構成する宇部、ミネ、山陽小野田産業観光推進協議会が中心となって、宇部港産の工場や専用道路のほか地域の産業施設を見学する産業観光ツアーが開催されている。市の中央部を山陽自動車道が貫き、鉄道は山陽本線、宇部線、小野田線が通ずるほか、重要港湾の宇部港と、市街地に近接した。 定期旅客便発着空港である山口宇部空港を、用紙、陸、海、空の交通網が整備されている。山口宇部空港を国内線、ターミナルビル市内に所在する山口宇部空港に、全日本空輸、日本航空、スターフライヤーの3社が、東京国際空港便を1日合計10往復20便、就航している。同空港は、旧空港法の規定における、 第3種空港から第2種空港に昇格した唯一の空港であり、延長2500メートルの滑走路を有する。滑走路は1980年に2000メートル、貸しジェット機対応、2001年には2500メートル貸し、大型機能就航も可能となった。就航航空会社は長らく全日本空輸のみであったが、2002年に日本航空が就航し、 ダブルトラック化、2014年にスターフライヤーが就航し、トリプルトラック化した。また、かつては、大阪国際空港、新千歳空港、那覇空港、北九州空港、インチョン国際空港にも、航空路線が就航していた。宇部線の電車宇部市内を通る鉄道路線として、西日本旅客鉄道の山陽本線、宇部線、小野田線がある。 このうち山陽本線と宇部線は、幹線、小野田線は、地方交通線に指定されている。山陽本線は、宇部市が、工業都市として、発展を始める以前に計画、建設が行われたこともあって、遠回りとなる宇部を経由せず、当時宿場町などが発展していた、山陽道に並行するルートで建設された。このため、地元資本により、 宇部鉄道や宇部電気鉄道などの鉄道会社が設立され、市の中心部への鉄道路線建設及び、宇部地域の石炭輸送を目的に、現在の宇部線、小野田線にあたる鉄道路線が建設された。一方、江戸時代に旧山陽道の宿場町として栄えた船木では、山陽鉄道が南方へ迂回して敷設されたことに伴い、 地元資本が中心となって設立した船木軽便鉄道により、期間 762mm の軽便鉄道が建設された。同鉄道はその後前線にわたって、期間 1067mm への改め機工事を実施し、船木伊北への路線延長を進めていった。最盛期には、峰郡未島町への路線延長する免許も取得していたが、 戦時中の鉄材教室による一部区間の休止や、沿線の石炭産業の車用化に伴い利用客が減少し、1961年に全線が廃止となった。宇部線は、市の中心部を通る都市型路線であり、また戦前から電化されるなど、比較的早期に整備が進んだ路線であったが、貨物輸送の減退後からは設備の更新が進まず、現在では、 全線が単線であり、運行本数も、毎時1本から2本と利便性が悪く、高速運転が行えないなどといった事情から、都市輸送機関としての役割を果たしているとは言えない状況にある。また、中心市街地周辺を除く郊外では、鉄道駅周辺の基盤整備が進まず、道路線に並行する国道190号などの、幹線道路沿線を中心に無秩序な市街地化が、 進んだため、鉄道沿線では、人口も少ない。このため、市内を通る、鉄道路線の利用者数は近年一貫して、減少傾向にある。中心となる駅、宇部新川駅、宇部駅市の中心駅に、当たるのは、宇部線の宇部新川駅である。山陽本線の宇部駅は、市名を関する駅であるものの前述の経緯から、市の郊外に位置している。なお、 1943年に、宇部鉄道が国有化され、宇部線となった際に、同線の宇部新川駅は、宇部駅に、山陽本線の宇部駅は、西宇部駅に改称されたが、1963年に、宇部商工会議所等の地元団体から、元の名称に戻すよう要望が提出されたこともあり、1964年に、再び改称し、現在の駅名となった経緯がある。 市内を通る、鉄道路線配線となった路線上中央バス停上、市営バス船木鉄道市内の一般路線バスは、以下の3社が運行している。上新川駅前バスセンターを呼び、上中央バス停を中心に、市内各地に路線が伸びている。市街地から、厚南地区へ向かう路線は3事業者が運行しており、他方面に向かう路線と比べて本数が多い。 市内を経由する高速バスとして、宇部新川駅前を経由して、山口市と福岡市を結ぶ、福岡、山口ライナーが運行されている。また、宇部市交通局、中国 JR バス、傍聴交通の3事業者により、山口宇部空港と新山口駅、山口駅、宇部市交通局を除くを結ぶ空港リムジンバスが運行されている。かつては、 東京都方面へ向かう、福福、東京号、大阪市方面へ向かう、福福、大阪号や、広島市方面へ向かう、福福、広島号、北九州市方面へ向かう、宇部、小野田小倉線が運行されていたが、いずれも廃止された。市内の道路網は、市の沿岸地域を結ぶ、国道190号が、東西方向の主要な軸となっている。 国道2号も宇部市域を通過するが、市街地から離れた旧山陽道の街道筋にあたる、古東地区、船木地区を通過しており、通過交通が主体となっている。南北方向は、古東側の左岸を国道490号が、古東側の右岸を県道小野田ミ島線が貫いており、これらが主要な交通軸を形成している。 宇部市内には長らく高速道路が通っていなかったが、2001年に市街地の北園を東西に結ぶ山陽自動車道を宇部、下関線が開通し、国道490号との交点に宇部 IC が設置された。このほか国道190号の交通混雑解消や、宇部都市圏の連携強化等を目的として、 地域高規格道路山口宇部小野田連絡道路の一部区間である宇部湾岸道路の整備が進められており2013年までに西中町インターチェンジから東末 IC までの区間が開通している市内にある主な道路と宇部湾岸道路国道490号近芝町付近の上り方面宇部高山専用道路宇部市内の通り宇部高須大ーに面した 重要港湾である、宇部港のほか漁港3港を要するが、旅客定期航路は就航していない。ありがとうございます。